皆様、こんにちは。今回はアリーナで貯めた石を放出します。というのも、最高アタック値に惹かれたからです。期待できそうです。お、来たみたいね。早速究極体でしかもウォーグレイマンだなんて。これは、たまげたなぁ。気持ちいい。序盤に流れを持ってこれたので、ここで使い切ることを決意しました。今回のターゲットは、先ほど申し上げた通り、ヴェノムバンデモンですが、先に能力値を確認してみると。これは、攻撃面に対して防御力が貧弱すぎる。止まっちゃうね。つまり、素早さを上げまくって一撃をぶち込む、ワンショットキャノンの役割ですな。やってやるさ、存分に。誘拐は掃除して耐久面が脆いのにこの値とは。しかし、こういうキャラは嫌いじゃないです。誘拐で当てて、有効に活用したいですね。ちなみに、先ほどのゴーグルでスキルレベルが3になりました。欲を言えば、待機時間を短縮できるようにしたいです。やれるだけやってみるか。この10連だけでも十分当たりです。100点満点中、100点です。パーフェクト。前回から降臨ですかね。今あるだけの石でデモルバンデモンに当てられる気がしてきました。そういえば現在ハロウィンイベントが開催中ですが、この調子でデジモンリアライズのイベントが盛んに行われるよう祈っています。後々グランタムで参加できるイベントが開催されたら嬉しいですね。今は強引にマイレーザー、リラージュバーガモンゲットです。これでスキルレベル2になりました。いいね、ありがとう。あれ、ちょっとここにマークがついてますね。引いた覚えがないんですが。あ、うん、これ究極体の個体じゃないですか。もしかして最後の青玉が確変したんですかね。実際に見たことないので確信はできませんが、そうとしか考えられないですね。ありがとうございます。あ、このパターンは。結構オレンジに昇格しましたが、ハズレです。なんかこれもやばそうですね。
回目までの分があるのでよしとしましょう。いいね。最後に見どころがあってよかったです。ラスティライですね。2回目です。はい、ですね。それを今回実証することができて嬉しく思います。ここまでの55連ってかなりの大当たりですね。珍しいものも見れたので万々歳です。